お店の名前はパリナモーレドルチェです。地元の食材を使ったケーキとか菓子とかパンも出してます。今してる仕事は洋菓子の仕込みと、あと店に出してるケーキ蒸し上げとか、あと JR のカイリーとかのドルチェ弁当とかのなんかやつを作ったりとか。プロを決めたきっかけはオープンキャンパスにこういくつか行ってみて、でその中で一番明るい雰囲気だったペプロにしました。まあ、でもすごい明るい先生が多くてフレンドリーというか、なんかやっぱり他の学校とかに比べるとこう話しやすいのもあると思いますし、こうやって会いに来てくれるんでまずナッペですね。ナッペとアイシングクッキーとかも最近やってて、アイシングの授業、アイシングシナークラフトですね。シナークラフトもやってよかったなって思ってます。アイシングもクッキーで商品で出させてもらったりとか、あとパイピングとかもこうチョコプレートとか書くので生きてきてるんで、そういうのはやってよかったなって思ってます。でも洋菓子の基礎はいっぱい学んできてすごい生きてると思うんで、それは良かったと思います。はい、料理もできて、まかないとかも今自分たちでやってるんで、多分やってなかったら全然できなかったと思うんで、はい、料理はできてよかったかな、はい、一応カイリーでも私は料理の方の弁当作ってるんで、それは良かったかなって思ってます。楽しいことは、その自分の朝作ったケーキが夕方閉店前とかになるとなくなってたり売れてるのがすごいって思って、自分の作ったものがお客さんに買ってもらえてるんだなっていうのが嬉しい点ですね。作って頑張って作ってきてできたものを見るとなんか嬉しくなりますはい、頑張りますこれからもまだまだこのお店は、私が言うのもあれですけど、まだこう盛り上げていけると思ってるんで、もっといっぱいみんなに知ってもらえるように頑張りたいと思ってます。高校生の時は何もできなかったんですけど、専門学校に入っていろんな知識を身につけていくうちに自信がついて、今ここで働けているので、専門学校にぜひ入学して頑張ってください意外に男勝りで、生意気で、生意気なとこはいいんですよ。で、ちゃんとその後本音で、すいませんって言ってこうね、本当は私あれなんですとか言うんですよ。でもそういう生意気さがあって、謙虚さもあるので、あの子は伸びると思います。なんで、うちの、まあ、将来の、まあ、幹部候補というふうに思っています。これから簡単に二極化すると思うので、接待とかがなかなか少なくなって、記念日とか、そういう時に使うレストランと、あと毎日の日常使いっていうところに二極化していくんじゃないかなというふうに思ってます。あとはコロナのことをちゃんと、コロナに良いもの、コロナ例えば海藻とか赤色した海藻とか、そういう、牡蠣とレモンを組み合わせて亜鉛をいっぱい吸収率を高くするとか、そういう医療と連携したメニュー、そういうレストランが残っていくと思います。まずうちのお店とかですが、まずこの鶴岡というところでフルーツがなってるところとかそういうのを見るんです。食材って実はミネラル以外すべて、生き物なんです。なのでここで生き物のことを、まあ、食材すごく豊富なので生き物を見て、それから東京だったりいろんな地方だったりにここから、プロデュースとか、支店のところに行っていただくっていうことをやってます。で、料理をやる人、成果をやる方、必ずその生きてるものの現場を見て、それからやっていくと世界の料理の根本をつかむことになるので、実は一番強いんです。なのでそういうことをしに来るには、まあ、いきなり東京とかもいいんですが、
最初に地方でやって、2、3年後に東京に行くっていう風にしてて、世界に名を轟かせるようなエプロンさんを卒業したら、ここを卒業して世界に行くっていうような、そういうような経歴をたどっていってほしいと思います。今このコロナ禍で料理人減ってるんですよ。ということはどういうことかというと、今は料理人になるとこの次のコロナの治療薬とかできた時に一気に注目される仕事になるの で、新しいことをやっても今叩かれないんですね。コロナ禍とかこういう感染症の歴史っていうのはその後に必ず新しいものが生まれてるんですよ。なので皆さんの世代でぜひ新しい食の世界を作っていってください。夢を叶えるならエプロン。